金属錯体におけるボリル配位子の構造科学において繊維金属、ボリル錯体は形式的にアニオン性の酵素が繊維金属に配位した分子の総称である。それらは一般式 LNMBR2 または LNM- で表される。一例として MN2 がある。そのような化合物、特にカテコールボランや ピナコールボランから誘導される、ボリル作体は、繊維金属が触媒する、放送化反応の反応中間体となりうる。4RHB の構造、ジェフリー・ジェアービン、MJ ・ジェラルド・レスリー・トッド・ B. マルデル、ニコラス・シー・ノーマン・クレイグ・アール・ライス、エドワード・ G. ロビンス・ボーレン・ R. ローパー・ジョージ・アール、ウィテル・エトール、トランジション・メタル、ボール・コンプーンズ、シンセシス、リアクティバティ、 アンドストラクチャー。県、レブ、98、2685、2722、ドイ、10.1021、CR950 万85、ストビッツ、A ロバートソン、ABM スローン、ME マナーズ、I、アミーネ、アンドホスフィン、ボラン・アダクツ、ニューインタレスト・イン・オールド・マリキュールス。県、レブ、110、4023、4078、ドイ、 1 0 1 0 2 1 c r 1 0 1 0 5 a C ボーナー、ケーブランドホースト C クレバーグセレクティブ B B ボンドアクティベーションイナーアンジメトリックルジボラネバイ 4RHX A スイッチオブメカニズムドルトントランザクションス44 8600ドイ 10.1039C5DT 00618J ありがとうございます